どうも、こんばんは、NMです。今回は、東京グールリ・インボーク。第18回占領戦がようやく終了しまして、今回も例のごとく、占領戦後のチケットガシャを引いていこうかなと思います。狙い目は、そうだな、プレミアムで言うと、まあ、ナッツとか、ミザとか、ナキとか、RE のキャラクター、まだまだ熟練で 100% できてないんで、そこら辺ですね。積極的に、RE のキャラクターを育てていきたいが SSR は出ず、まあ最近占領戦もなんかだいぶマンネリ化してきて、何か変化が欲しいところではあるんですけども、どうでしょうか。まあ、占領戦始まるとね、素材も美味しいし、石も手に入るしで、まあ、なかなか美味しいイベントではあるんだけども、結局派遣を回収するだけみたいになっちゃってるから、もう出ても本当最強降臨を回るぐらいだもんね。あと新しいイベントか。さてグールの SSR ということは泣きかな。オロチさんか。オロチさん、君もう熟練度 200% ぐらいだよ、俺の中でかなり出てるね。まあでも最近はね、あのキャラクターのインフレも止まってきて、まあ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 いい感じの性能でいろんなキャラが追加されつつあるから、うわ久しぶり見たこいつ、いいんじゃないでしょうか。インフレするよりかは、まあちょっと特徴はつけてほしいけど、なんて言うんだろうな、攻撃力が特化したウタさんも出たけど、まあ別にぶっ壊れっていうぶっ壊れではない、使い方で壊れるけど、まあとりあえずは2周年の、2人がトップを走ってるんじゃないか。おっと、整理しますわ何の話だっけ。キャラのインフレか。キャラのインフレが今若干止まってるよっていう話か。まあ俺はいいと思うんだけど、なんかそうとちょっとね、2周年の2人に及ばないキャラクターとか出ると、まあ不満の声が出たりもすると思うんだけど、引く必要がないとかってかなりは言われてると思うんだけど、それでまた強くしたらまたそれでインフレが進んだって文句言われてて、まあなかなか難しい状況だよね、運営も。まあなんか新しいスキル内容的なの追加してもいいと思うんだけどな。まあ俺はあんなも浮かばないんだけどさ。麻痺、出血、混乱、防御、攻撃、デバフ、攻撃、防御、バフ、他に何か追加できそうなのもあるか。シフトをできなくするみたいな嫌がらせ嫌がらせスキル内容してきたら、さすがにあれか、文句出るかな。まあでもこのまま第19、20、21、22とね、普通に占領戦が進んでいっても、ちょっとクエストの難易度にさ、 S をさ、ちょっとどうにか。でもリニューアルしてから S 来なかったっけ。クリスマスに来てたんかな。そろそろ難易度 S を追加してもいいんじゃない。てか復刻のイベントやるんなら S も追加していいような気がするんだけど。イベント復刻ラッシュ、難易度 S の追加ね。なんかキャラクターの、まあ、キャラクターがある程度インフレして、そのタップ制コンボバトルのはずが、なんかもう、あ、タップ制ターン制コンボバトルだっけ。なんか相手のターンが来ないもんな。あと促進剤の使い道をね、ちょっともうちょい増やしてほしいね。キャラクターも一気に、もう RC ポイントでしか交換できねえキャラも別強くなくていいから、なんかそういう限定キャラみたいな欲しいよな。え、待って、有馬さんめっちゃ来るんだけど、どういうこと。
有馬ときて、ハイセか。てかもうそろそろね、実写映画公開なんですよね。楽しみなんだけど、どうしても外せない仕事が入って、休んで見に行こうかと思ったんだけどな。お、いいね、あやと。プレミアムのあやともあと1体か2体ぐらいで熟練度マックスになるのかな。駆逐の難易度はね、上がりつつあるよね。最近いきなり武器耐久値全員さ銃削ってきたりさ、駆逐の難易度は、まあ、確かに上がりつつある。まあでも駆逐ってそんなさ、いっぱい回れるわけじゃないから、スタミナ3使ったらもう1回で終わりじゃん。1つ回復するのに多分40〜50分かかるでしょあれ。さあラスト、だから最強降臨とかを難易度追加してほしいな。あとやっぱりね、ソシャゲはスタミナ欲しいね。うん、ランキングつけるんだったらスタミナ欲しいよね。お、いいね。俺このトーカちゃんのイラスト好きだから熟練で 100% したいんだけど、まあ、まだ多分これで60ぐらいかな。はい、ということで例のごとく占領戦終わりの、チケットガシャ消化動画でした。あ、まあ20回21回あたりで何かねリニューアルして1年だし、まあ、また大きなアップで、まあ、大きなアップではこの前の闘争追加できたのかな。闘争もベータそろそろ終わって本格的にやってもいいと思うんだけど、4倍速も追加されたしね、もうそろそろいいんじゃないでしょうか。はい、また何か大きな変革が起こることを期待して、これからもプレイしていきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。